にしても懐かしいな、この羽織。これを着て刀を振っているとなんだかいろいろ思い出しちゃうな。主様。はい、この羽織を着ていたらなんだか無性に体を動かしたくなってきて。せっかくなんだし、主様も一緒に着ましょうよ。主様とお揃いの大服。そうですか、残念だな。隊長と同じ大服で今日の街を見回りしてみたいです。そういうんじゃないんですよ。雰囲気っていうか、同じ大服を着て風を切って歩く感じ。今度局長たちと見回りへ行くときについてきてください。私がしっかり教えてあげます。もちろんです。新選組は私にとって家族や家のようなものでしたから。だから主様が新選組というものを大事に考えてくれるのがとても嬉しいです。私これからもっと精進していきます。あ、また私のことを病人扱いしてますね。何度も説明した通り、病気じゃなくて癖なんです。癖なんでちょっと油断すると出ちゃいますが、意識してれば出ないですし、体は何ともないんです。それにこの羽織を着るようになってからはすごく調子がいいんですよ。今日にいた頃に戻ったみたいです。今なら三段突きどころか四段突きだってできちゃうかもしれません。言いましたね。ではご覧に入れましょう。天然理心流奥義四段突き。私は菊一さんと一緒は嫌ですよ。そう固いこと言わなくてもいいじゃないですか。カシューさん、冷たいですよ。昔したことを胸に手を当てて聞いてみてくださいよ。僕何しましたっけ。仲良くやってたじゃないですか。そういう感じだから嫌なんですよ。隊長さん、ちょうどいいところに。ちょっと聞いてくださいよ。菊一さんは主様に近づかないでください。主様は菊一さんの言うことは全部無視してくださいね。カシューさんは黙っててください。僕は隊長さんに話してるんだから。主様、散歩に行きましょう。さあさあ。副長さんや局長さんでもよかったけど、隊長さんなら話は早いよ。さすが隊長さんは察しがいいですね。実は僕も新選組に入れてもらいたいと思ってるんです。そうですね、協力者って言葉が適切かな。でも長いこと一緒にいたから新選組のことはよく知っているし、みんなとの連携もすぐに取れるはず。反対です。菊一さんは泥棒猫だから風紀が乱れます。一時カシューさんと同じ人のもとで働いてたことがあるってだけですよ。僕はカシューさん含めてみんなと仲良くやってたつもりなんですけれど、なんでか目の敵にされちゃって。主様、騙されないでください。これが菊一さんのいつもの手なんですよ。主様がそうおっしゃるのでしたら、わかりました。それじゃあ以前とほとんど変わらない気がするけれど、まあいいです。じゃあ僕はカシューさんの一番隊でお世話になりますよ。どうして私の下なんですか。
無駄飯ぐらいになるつもりはないですからね。新選組で一番の働きをする人の元でならそんな心配はないでしょ。完全に嫌がらせじゃ。あ、大丈夫、ちょっとむせただけで。カシュさん、大丈夫ですか？部屋に戻って休んだ方がいい。だから病気じゃな。主様まで。私は絶対に薬を飲んだりしないんですから。今の席、カシューさんのことちょっと気にしておいた方がいいかもしれないですね。うまく言えないけれど、さっきの席がちょっと気になる。気のせいならいいんだけれど、僕も気にしておくから、隊長さんも気にかけておいてあげてください。主様、どうしたんですか？そんなに慌てて。さては菊一さんですね。あの人は昔からおせっかいなんですから。ちょっと咳で喉を切っただけですよ。ほら、ご覧の通りピンピンしています。咳なんて吐血に比べたら全然大したことないですよ。それなのに菊一さんが余計な気を回して副長や局長にも行っちゃうものだから、お勤めも稽古もできなくて退屈なんですよ。そうだ、主様、私の見舞いをする時間があるのでしたらこれから一緒に散歩に。ダメに決まってるでしょう。菊一さん、面白い冗談だね。カシューさん、みんなが働いているところで堂々のサボり宣言なんて。病気でもないのにただ休んでるだけなんて余計に辛いんですよ。少しくらいいいじゃないですか。みんなが見回りや稽古をするのがお勤めなのだとしたら、今のカシューさんは休むのがお勤めなんだよ。それにお勤めって辛くて当然なんだよ。ああ、もう菊一さんが触覚になってからやりにくくて仕方ないですよ。助けてください、主様。ふう、主様の薄情者。僕は副長からも厳しく言われてるんですよ。今のカシューさんを自由にさせてたら僕が鬼に腹を切らされちゃいます。だから僕のためにも自分のためにもおとなしくしててよね。ずーん、やれやれ、嫌われたもんだね。隊長さん、ちょっといいかな。話があるから後で部屋まで来てほしいんです。隊長さん、いらっしゃい。その前にこれを見てくれないかな。正解だよ。そう、それに今は黒く変色してしまったけれど、最初はとても鮮やかな赤色をしていたんだ。カシューさんが癖と言っている咳や吐血は人でいう結核とほぼ同じ症状なんだ。そして結核で吐いた血が赤く綺麗という状態は相当に良くない状態を意味する。確かに御剣は病気をしない。でももしかするとカシューさんはこの先もっと悪くなるかもしれない。それは。そうですね、
カシューさんの今の主は隊長さんなんだから、知る権利はあるかもしれない。わかりました。僕の知っていることは全部話します。結論から言うと、カシューさんのあれは病気じゃない。隊長さんは、共感覚という言葉を知っていますか？特定の刺激に対して、本来使われるものとは別の感覚を使ってしまう、特殊な知覚現象です。いろいろな種類の共感覚があるんですが、その中に他人が感じる刺激を自分のことのように感じるというものがあるんです。そう、本人は至って健康で病気じゃないことを知っている。だけど体の方は本人の自覚と無関係に、共感覚によって他人の病気を自分のものだと感じてしまっているんです。病は気からという言葉があるくらいですからね。多かれ少なかれ誰にでも備わってるんだと思います。カシューさんはちょっと極端ですけどね。カシューさんがかつて仕えていたのは、新選組の中でも一番の天才と呼ばれていた剣士でした。ですけど、あの池田屋事件で吐血をしたのをきっかけに体調を崩し、最後まで新選組に残れなかったんです。カシューさんはあの人に最後まで仕えてましたからね。あの人の介抱をしていくうちに、徐々に自分も病気だと思うようになってしまったんでしょうね。そして最近何かのきっかけで過去を思い出して、再び共感覚が始まった。おそらくそれがきっかけでしょうね。回復を見てあの人のことを思い出したんじゃないかと。一つの解決にはなり得るだろうけど、ただ根本としてはカシューさんの思い出が原因だから、なかなか簡単じゃないでしょうね。どうする気ですか？それは。なるほど、隊長さんらしいですね。ご武運を。主様、どうしたんですか？そんなに息を切らせて。退屈もここに極まってますよ。薬を飲まないって言ったら一切外に出してもらえないんですよ。そりゃそうですよ、散歩にだって行きたいですし、久しく刀も振ってないんですよ。え？あの、本当に大丈夫なんですか？勝手に抜け出しちゃったりして。どうしたは私のセリフですよ。今まで全然信じてくれなかったのに。あのおしゃべり猫、主様の好感度アップに私たちの過去を使いましたね。かばっちゃうんだ。なんでもないです。それで？嫉妬？今そういう話でしたっけ？ちょっと待ってください、話が変な方向に行ってます。私はそんなこと全然思ってないですし、それに私はちゃんと主様のことを、その信頼しています。主様ったら、そんな力強く求められたら嬉しくて、それこそ熱が出てしまいますよ。薬は絶対にお断りです。
お花見衆新選組一番隊隊長歌手清光、主様の剣として共にあることを誓います。はい。の稽古も再開しました。やっぱり部屋でじっとしてるだけじゃダメですね。実は今日は主様に渡したいものがあるんです。じゃじゃーん。前の羽織を血で汚してしまったから新しいのを仕立て直したんです。ついでに主様のサイズに合ったものも一着仕立てました。これがあれば主様も新選組として一緒に見回りができますね。さあさあ着てみてください。主様とてもよくお似合う。うんうん、さすが僕の隊長さん、何を着てもそこそこに男前ですね。げっ、菊一さん、見回りに行くんだったら同じ隊の触覚として同行させてもらおうかな。ついてこなくて結構です。久しぶりの見回りなんですから少しは遠慮してくださいよ。それよりさっきさらっと主様のことを僕のって言いましたね。やっぱり泥棒猫じゃないですか。今回の件で隊長さんと僕の絆は想像以上に深まったんですよね、え隊長さん。主様に色目を使わないでください。主様、こんな人は置いて早く見回りに。全然大丈夫です。少し油断しただけだ。血を吐きながら笑ってる。ちょっとした怪奇ですね。いや、やっぱり癖は簡単に治らないですね。でも今回は羽織を汚してませんよ。大丈夫ですよ。血を吐こうが私は絶好調です。